消灼止血法の焼きコテ消灼止血法とは出血面を焼くことでタンパク質の熱用固作用によって止血する方法である。近代以前に四肢切断などの重症の場合に有効な止血法として世界各地で用いられた。傷口を小手で焼くという非常に原始的で苦痛を伴う方法であったが特別な技術、器具、薬品を用いず安価に行えるため広く 行われてきた。しかし、止血する代わりに熱症を負わせるという外傷の取引のような治療法であるため、適切な消灼とその後の火傷の処置が行われないと逆に悪化させる結果になる。例えば16世紀頃までのヨーロッパでは、重曹の治療に沸騰させた油を傷口に注ぐという方法が用いられていたが、この方法は重度の火傷を起こし、 止血はしても火傷からの感染症で命を落としかねない危険な処置方法でもあった。こうした現場での外傷の止血方法は後にアンブロワーズパレによって血管血殺法へと変えられていくことになる。医学、医療の進歩に伴い人間に対して証拠手が使われることはなくなったが家畜などに対して行われる例はある。また、電気メスや医療用レーザー、 マイクロ波行コなどの機器や酸などの薬剤を用いた治療、止血方法は消赦止血法の原理に着眼したものである。これらは現代日本では医師が適切な方法で行うべき医療行為であり、一般人が行うのは違法である。医師以外が行う外傷に対する応急処置としては多くの場合において直接圧迫止血法が適切である。ありがとうございます。